はい、久しぶりにですね、鉄道ニュースをお届けいたします。9月の末から10月初旬にかけてですね、私のちょっとあのチャンネルの投稿にですね、南海ラピートがですね、高野線の方に行くと、まあ、仙北ライナーとして、就航するというニュースが入ってきました。でちょっといろいろと調べてみましたらですね、あの、まあ、5万系のラピートがですね、あの1編成が特急仙北ライナーとしてですね、2022年の11月1日から運行することになりましたということです。でこれはですね、まあ後でちょっと話しますけど、高野線のなんか運用する特急高野臨間の車両がですね、あの2022年の5月にですね、これあの南海高野線の橋本市にある小原田車庫っていうのがあってですね、そこでなんか脱線事故があったみたいで、その影響だじゃないかということでございます。でそのためにですね、あの仙北ライナーのですね、1編成がですね、しばらく高野線に貸し出されるということで、じゃあ高野線、じゃあごめんなさい、仙北高速鉄道でですね、不足が出たその仙北ライナーのですね、代走をですね、この南海ラピートが、まあ、担うということで、11月1日から、代走として運行するということです。でこの南海ラピートなんですけど、これはですね、1994年に9月のですね、関西空港開港からですね、ずっと運転されておりまして、今ですね、6両編成×6両の6編成、今36両あるんですね。まあ、あの鉄人28号の顔ですね。はい。でですね、いくつかの編成は、アコモやいろいろモーター制御、例えば VVVF インバーターの GTO から IGBT かなに変えられている、いろいろ更新を受けて、あの更新工事は受けているらしいんですよね。はい。でこのラピートがですね、あの鉄人28号と言われてるんですけど、実は今年28歳なんですね。あの94年から2022年のちょうど28年なんですね。はい。だから、まあ、文字通り、まあ、鉄人28歳ということになりました。で、まあ、この1編成がですね、しばらくは、まあ、仙北ライナーとして運用に就くということなんですけど、まあ、あの将来その浪速線の開業するときの新造する特急がですね、まあ、そろそろもう出だして、まあ、28年経ってですね、まあ、あのどうなのかなと思ってるんですけど、でも南海ってですね、結構特急を酷使する感じがしますね。このあの特急高野ですかね、これ3万系というやつですかね、これも経年50年か40年経ってるそうなんですけど、まだ未だに使っててですね、この仙台よりも長くなっているという感じです。はい。まあそれはどうでもいいんですけど、はい。でラピートの特急仙北ライナーがですね、これすごいんですけど、平日は5往復下りが5本、上りが5本で、要するに5往復ですね。で土休日は、下りが6本、上りが6本、6往復で、あのラピードのですね、豪華なシートが、スーパーシートだったらですね、730円かかるんですけど、これが、ね、一律520円で乗れるというお得なものになっております。でさっきの話なんですけど、まあ、ちょっとあの南海さんが出しているですね、プレスリリースをちょっと読ませていただきました。その事故に関してですね、2022年5月27日に発生いたしました南海高野線の小原田 車両基地での事故でございますが、運転士が、このこ校内運転士って言って、要するにあの車庫だけ運転される方なんですね。これ相当ベテランだと思うんですけど、その方がですね、停止信号にもかかわらず、進入して、それで転轍機を壊してしまった。要するに転轍機を壊すっていうことは、合流するポイントですね。でそれを要するにまだ切り替わってないのに、この入ってくるところから入っちゃったから壊してしまったと。田舎であるあのスプリングポイントだったらカチンって切り替えるんですけど、ああいう先進なものにですね、そんなスプリングポイントがないですから、それを壊してしまった。そしてさらに悪いことに、その壊した後にですね、またバックさせてしまったっていう、まずこの行為なんですけど、これ校内の運転手さんって相当ベテランな方なんと思うんですけど、これどうしてこうなったのかなっていうのは、やっぱりそのかなりその
労働量が激しくて10連勤ぐらいあったのかな、それともなんか心理的な問題があったのかなと思います。このベテランの人がこんなイージーミスをするとは思いません。でもう一つの問題はですね、そもそもですね、なんか見たら林間と荒野 のその特急の車両あの編成がですね3編成しかなくて、その予備車がないと予備車がないって、南海さん大手ですよね、中小じゃございませんよね大手施設が予備車がないってどういうことっていうことですね。だから今回の事故でいろんなことが露呈をされているということです。はい、そこでですね、まあ、先の仙北ライナーがですね、どうして行ったかって言ったら、どうもこの車両がですね、高野線 の, あの末端の極楽橋へ行けるという仕様になってまして、あの極楽橋、あの橋本から極楽橋はですね、坂も結構長いんですけど、カーブが結構多いんですね。はい、駆動山とかですね、あ、それ駆動山ですね、はい、ああいうところであの結構坂が多くて、坂はこうあの勾配がきついんですけど、そうカーブが多いということで、特殊な車両でしか行けないということで、昔はズームカーとかです、ね、あったんですけど、まあ今そういう仕様でですね行けるということで、まあそれでですね、その、仙北ライナーにあった1万2000系が貸されるということで、このラピートがその仙北ライナーの行っちゃった後の穴を埋めるということで言ってます。まあそのラピートとしてはこうですよね、今ずっと空港をやってたんですけど、でなんか急にね、親方からお前ちょっと高野線行ってくれへんかって、え、俺ですか、俺高野線、俺極楽行けねえし、俺極楽の坂で登れねえし、いや、あなた極楽行かなくていいです、あなた泉のとこまっすぐな道を行ってくれたらいいんですよ、だからあなたはあの極楽行かなくていいびっくりしました、私極楽行けって、いやいや極楽行かなくていいですかなんかそういう会話がですね、なんかもう、まあにまあ、そんな嘘ですけど、はい、だからまあ大丈夫ですよね、あのまっすぐな戦目のあのまっすぐなあのひたすらまっすぐでございますんで、ラピートさんにとっては全然問題ないです。ただもうそろそろ28年経ってるのでそろそろね、やっぱ楽させてあげたいなと思います。はい、というつまらない話でございました。ということで、まあ、このね、仙北 の, あの泉の方とか堺市の、ね、泉ヶ丘に住んでる方、戸上北のあの辺りと光明池の遠征の方はですね、ラピートで、まあ、ライナーはですね、どこに泊まるかと、どこに泊まるかあれですけど、豪華なスーパーシートで通勤ができるということで、しかもあの鉄人28号のですね、あのデッカメのような電車に毎日のあの乗れるということは非常に、まあ、羨ましいということですね。はい、私も関空の時にあの何度か利用いたしまして、確かアルファとベータっていうのがあって、あの、ね、停車駅が違うのがあったありましたが、はい、ということでございまして、はい、くだらない質問あのトークでございました。ありがとうございました。 あとですね、ちょっと一つアピールしたいことがございます。平成鉄郎としてですね、はい、実は私のですね、サブチャンネルが持ってまして、全面展望を専門に上げている鉄道ビジネスカジュアル全面展望専用チャンネルでございまして、まあ、もしよかったら概要欄に貼っておきますので覗いてください。まだチャンネル登録数が20人ぐらいしかいませんのでよろしくお願いします。じゃあ失礼します。